皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日は、先日ねちらっとお話ししてました介護のお話のね続きをしていきたいなと思ったりしています。やっぱりねその後とかもね友達とかもそうだし同業者の方もそうなんですけど、まあ、自分の演奏活動とこう 介護っていうかね、まあ、うん、親御さんだったり家族の介護をこうバランス取っていくのがすごく難しいって言ってらっしゃいました。で、私の場合はどうしてたかっていうと、一番なんかねもうくっそ忙しかった時っていうのは本当に4時起きでね、で4時半ぐらいからこう母の朝ごはんとかを作って、自分は仕事で5時過ぎぐらいには家を出て、で、あとねまあ、いわゆるデイサービスの方とかヘルパーさんとかね入っていただいてたの で、まあ、そのままお昼過ぎまでですね3時ぐらいまで仕事をして、で3時半に帰ってきて4時からとか3時半からとかレッスンをして、で遅かったら10時ぐらいまでレッスンをして、でそこからその合間を縫ってですけど、まあ、母が、お昼はね通所先で食べてくるんですよ。で、夜はうちで食べるのでレッスンの合間に食べさせて、で、もう夜寝てはるんですけど、その全部終わってから自分がご飯を食べて、で、お風呂入って、もうその時点で12時回ってくるのかな。で、翌朝でも4時に起きなきゃいけない。じゃあ一体いつ練習するんだって話なんですよね。もちろんレッスンの合間とかはね練習しますけど、こうレッスンしてる時も仕事してる時もですけども、結局自分の練習はできないんですよね。でも本番があるぞっていう時はいつするかって言ったら、もう睡眠時間を削って夜中にね音は出せないんだけど指だけさらったりとかしていました。で、まあ、毎日がねそんなにねめちゃめちゃ忙しいわけじゃないんですけど、で母が入院したりね、まあ、特養に入ってしまってからとかは、まあ、家で見る時間は、逆に減るんですけども、施設まで通う時間とかがね、さらにかかってきて、当然滞在時間とかもねレッスンとレッスンの合間っていうわけにいかないので、行って、一緒に食事をね取ってもらったりとか、まあ、おやつの時間にねおやつを食べてもらったりとか、こう一緒にイベントに参加したりとかする時間をこう別で、取りながらねレッスンまでの間にまた戻ってくるとかっていうのをやってたので、結構なんだろう、実際に音は出せないけどもさらう練習っていうのは、いろいろやってたんですね。なので、前のうちは結構ね夜のね11時半ぐらいまでだったらば、ちっちゃい音だったら吹いててもねバレないような賑やかなお家でした。ご近所も割と庭とかもあったからでしょうね。で道路とか駐車場に囲まれてたので、夜でもあんまり音が通ることがなかったみたいで、幸いなことに苦情が来たことがなくて、むしろフルート教室って看板上がってんのにいつフルート吹いてるのって言われるぐらい音が聞こえてなかったんですって。まあ、ありがたかったなと思います。なので、まあ、朝は早い時だと8時にレッスンに来る子がいたりしましたけども、うん、なんか誰からも何も言われずに来たのでよかったなと思っています。まあ、たまたまフルートだったからかもしれないんですけどね、フルートの音が気になる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ピアノだとねもっと聞こえてしまうみたいなので、まあでもやっぱり緑に囲まれてたからでしょうね。多分緑が吸収してくれてたし、向かいの通りもなんだろう、うち角家だったのでしかも駐車場があったので、で反対側の住宅側が庭に面してたので、多分いろんなのが吸収してくれてたんでしょうね。それを言うと、そのもう一つ前のお家もフルートで苦情が来たことは、まあ、人生において今まで一度もないんですよ、幸いなことに。で、今のお家になるまでは、音楽をなんだろうすることが何だろう、罪とまでは言わないけども、音を出して人にこう責められるということがあるっていうことをねあまりね知らずにね過ごしてきてしまいましてですね、2年前かな、北部地震で被災するまで、そんなね世の中大変なことになってると思ってなかったんですよね。まあ、ピアノは若干ね聞いてはいたんですけど、でまあお知り合いのねすごく立派な、ね、先生も
ご自宅でフルートを吹いて、周りからね苦情が来たっていうのを聞いて、あんなうまい先生がしかも長いことそこに住んでらっしゃるのに最近になってそういうふうに苦情が来るようになったっていうのをお聞きして、えっと思って、で、まあ、とりあえず家で私は新居を探す時にあのフルートが吹けるってことを条件で探したらね、本当になかったんですよね。茨城市内で音楽家の物件ってたくさん載ってたんですけど、片っ端から当たったんですけど音楽家って言ってね本当にね OK じゃないんですよで、じゃあどういう音楽家かっていうと、電子ピアノ持ち込んでいいですよ、でも弾く時はヘッドホンつけてね、あまりカタカタ言うようだったら下に何か弾いてくださいねって、それって音楽かな？なんだろう、パソコンと同じ扱いじゃないかなと思ったりなんか私はするんですけど、なので本当にね、あの世の中の人たちってどうやって音楽ね、あのレッスンに来られる方とかもそうだけど、改めて気になって聞いてみたら、あの、まあ、静かにお家で吹いてらっしゃる方もいらっしゃるし、あの持ち家だから全然気にならないという方もいらっしゃるし、やっぱり集合住宅とかで、心配だからあの、まあ、カラオケボックスに入って練習してるって方なんかもいらっしゃったりなんかしました。なのでね、あのもしこう介護が始まった時にご自宅がいつでも練習できる場所じゃなかった時って、多分ね悩みがね相当そこに来ると思うんですよね。あの自分の技術は落としたくないのに時間がない、借りに行く時間が、なんだろう、東京関東の方ってすごいんですよね。本当に深夜でも借りれるスタジオが、音楽スタジオがいっぱいあって、向こうに行った時には本当に朝の3時とか2時とかでも合わせができるところがあるって聞いてびっくりしたんですけど、逆に関西はそんなとこないですよね。うん、あの遅くても多分10時か11時とか、まあ、スタジオによっては12時ぐらいまで借りれるだろうけど、オールナイトで貸してくれるとこって私が知らないだけかもしれないんだけど、あんまりないように思います。ましてや早朝に合わせなんて言ったら冗談でしょって言われるからね、ピアノの子に朝の5時から合わせお願いしますとか言ったらしばかれるとこかなと思うんですけど、あの関東ではあのマジであるんですよ。皆さんお忙しいから、あの今日の朝の3時にスタジオそこしか取れなかったからとか、うん、あのその後予定が詰まってるからとか、まあ、あのいろんな理由があるんですけども、うん、朝とか深夜とかに合わせをされるそうです。っていうのはやっぱりね、このなんだろう集合住宅が多いこの東京の事情っていうのがあるのかなと思ったりします。それだけね、あのニーズがあるんだなと思うので、まあそのあたり考えると関西まだまだいいのかとか思ったりするけど、昔に比べてねすごくね、あの音に皆さん敏感になってて、生活の中にそれだけねストレスが、あの負荷がねかかるということに対してね、いろいろ思われる方がねいらっしゃるんだろうなと思って、昔はひょっとしたら皆さん我慢してただけかもしれないんですけどね、あの音楽はこれからいろんなことを気をつけていかなきゃいけないなと思うので、本当にそのあたりは大変なんですけど、まあ、ご自宅でうまいことをこう実際に音を出しながらねできない時は、いつもあの何がそこでできるかを考えるようにして、できることをとりあえずやっていくっていうことをね、していくのがいいのかなと思ったりします。どうしてもねその時に人間だから、選べるものっていうのがあるわけなんですよね。で、今まで本当に介護がない状態で音楽活動されてきた方っていうのは、この介護にね時間を取られることに、いろんな焦りを感じると思うんですよね。だけど多分そこでね何もしなかったら、多分後に自分が後悔したりとか、まあ深くねちょっと傷を負ってしまうこともあったりするかもしれないので、その時に自分が、必要だと思うのであれば、必要な方に時間を割いて、あとからでも間に合うこととか、例えば最低限このレベルを落とさないようにするっていうことは、ひょっとしたら時間のない中でも続けられるんじゃないかなっていうのは、私のこう過ぎてきた中で振り返ってみて思うことです。まあ本当はねなんか、母の病気とかなければいろいろとやってみたかったこととかももちろんあるんですけども、だけど振り返ってみて
やっぱりこう寄り添えた時間があったことっていうのはすごくね良かったなって思ったし、自分の中で、まあ、自分が成長できたのは母のおかげかなと思ったりします。あれね、なんか私の場合は随分若いうちにそれを体験する、若いうちなのかな、若いうちに体験することになっちゃったの でしかも割と期間が長かったので、大変だなと思って、こうなかなかここまで来るのにねいろいろありましたけども、最終的には、まあ、今もフルートが吹けるような状態にとりあえずはなっているので、そうですね、まずはその時にできることが何であるかっていうことを考えながら、介護とのバランスをとっていく、例えば本当に防音室がないお部屋でも、その楽器のためとかね、声楽の方もいらっしゃるかもしれないけど、自分が音楽を続けるためにできることって考えたらねいくつか方法があると思うんですね。なのでその中でとりあえずねできることをやっていって、で多くを望みすぎないということも大事なのかなと思ったりします。でそれでもやっぱりやりたいことがあって絶対こう手が回らないという時は、今はたくさん生徒があるのでヘルパーさんに入ってもらうことも一つのね選択として、人に甘えれることに関しては甘えていいんじゃないかなと思うので、本当に介護を持ってるよりも長くかかることが多いと思うので、そのあたりは自分が潰れないように長く続けられる方法っていうのをねいろいろとまだまだ元気な間から探っていくっていうのは大事だったりするかなと思います。うちもねある日突然割とね降ったようにやってきたんですよね。病気が発覚するのもそうですし、いろんなことが分かったのがね、なので、心構えができなかったりとか情報が足りない中で、いろんなことがスタートするとアップアップになってしまうので、まだ始まってないけどそろそろかなっていうね、親御さんをお持ちの方は少しだけねこうアンテナを張ってそういう情報も仕入れて、毎日の時にね、今なんかコロナがあるからもう一つ対策が難しいので、そのあたりも合わせてなんとなくね情報を仕入れていっておくといろんなことに対応できるんじゃないかなと思いました。ということでね、今日はこのあたりで終わっておこうかなと思います。どんな状態でもね音楽はね人の心を癒してくれることが多いのでね、どんな形であってもね続けていけるのが良いかなと思います。なので、いろいろ大変なことがあるよっていう方はたくさんね今この時代だからあると思うんですけども、一緒に頑張っていきましょうね。それでは皆様またね。